前半良かったんですよ、はい、7勝3敗ぐらいだったんですけど、やっぱりもう3連敗4連敗ですね7勝4敗からそうですね、疲労がやっぱあったんですか。いや、ただ単に勝てなかったでしょうねあれそうですか、はい、まあでも当然ですね、勝てるうちに勝っておこうというのはあるかと思います。翔猿が初日から3連勝と白星を伸ばしました。さあ土俵は魁聖に琴恵光で、この2人がまだ白星がありませんので、勝った方が今場所の初白星です。魁聖は琴奨菊琴奨峰に敗れて連敗ですから、初日から3日連続で佐渡ヶ嶽部屋の力士との対戦となりました。今日は琴恵光、琴恵光の師匠の佐渡ヶ嶽さんが向正面です。佐渡ヶ嶽さん、はい、先場所2桁勝ってですね、はい、琴恵光番付も上げてきましたけれども、どうですか2日間は。まだこう動きがですね硬いかなと思います、うん、あの叩き込みに落ちてしまってますね、うん、そうですね、肩に力が入りすぎているというかですね、ええ、はい、ただ場所前はですね、あの琴勝峰といい稽古をしましたからね、あの琴勝峰のこの立ち合い、この圧力に負けずにこう攻め込むという稽古もできましたから、はい、だいぶその自信を持ってきたなと思ってたんですけどもね。そうですか、はい、その分肩に力が入ってしまっているのかなと思いますね何か声をかけましたか。いえ、ほとんどかけてないです。そうですか、はい、力を出せばというところなんですね。そうですね、うん、はい、今日はあの大きな魁聖が相手ですね、はい、どのあたりがこう大事になってくるでしょうか。やはりこの右を、まあ、差し勝ってですね、はいはい、まあ、肩まで入っていければですね、まあ、琴恵光の相撲かなと思います、うん、ああ、中に入るようなイメージですね、はい、過去は幕内の対戦1対1です。初場所の対戦では、おそらく差すためにもろ手突きで立ったんだと思いますけれども、そこを魁聖にあてがわれまして押し出された琴恵光です。この体格差、魁聖1メートル95センチ192キロ、琴恵光は1メートル77センチ131キロ、身長差18センチ体重差ですと61キロあります。式守勘太夫が合わせます。落ち着いて、待て、早い回生、胸を合わせたくない琴恵光、追っつけて絞ろうとしています。がっちりの上手、切れるか、切れない、回生が攻めました。寄り切り、回生の勝ちです。回生が今場所の初白星を挙げました。琴恵光は3連敗となりました。魁聖、ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って魁聖の勝ち。佐渡ヶ嶽さん、はい、差し込んでいこうというところだったんですが、上手をかなり早くつかまれてしまいました。そうですね、この、まあ、しゃくり起こすことがですねちょっと遅かったですよね。しゃくり起こす、はい、うん、もう少しこう右の肩を使ってですね、はい、この上手を切った時にですね、一瞬切れたんですね、これ。この時にもっと深く入っていけばよかったかなと思うんですけどね。はあ、なるほど、はい、今日帰ってから実践しますそうですか、なるほど、しゃくりを起こす、あの右の肩をぶつけるようにこう回路を返しながら、ね、はい、稽古場ではあのよくできてたんですけどもね、なんか今日は全くできなかったというかですね。あ、一瞬切れましたけどね、はい、そうでしたか。うん、魁聖が初白星、琴恵光は、今場所の初白星はなりませんでした。